皆さん、こんにちは。レックス専任講師特定社会保険労務士の沢井京春と申します。今日は、えー、労働時間適正管理者研修、まあ、特別認定講習会のご案内になります。はい。これですね、えー、何をやるのかというと、労働時間の適正管理ということが、これ、働き方改革以降ですね、重要だと。最近ではですね、例えば、えー、大手お寿司のチェーン店で、 1>, 1分単位の、はい、あの、計算をね、してないということで、監督署から、まあ、是正が来た。5分単位切り捨てただけで、是正が来たということもあります。また、着替えの時間を大手さんでですね、えー、労働時間にしていなかったということで、着替え時間をしてなかったということで、是正勧告が出たり、まあ、そういった、まあ、未払い賃金が発生しているということがあります。 そこでですね、じゃあ、どういった形で労働時間の適正管理をすればいいのかというところをですね、勉強していただく。はい、これはですね、もうマネージャークラスの方から、労働時間の管理に興味のある方、もうとにかくありとあらゆる方におすすめです。特におすすめしたいのが初めて管理職になって部下を持つとかですね。 今経営者なんだけれども、労働時間のことなんて考えたことないよ、なんてね、思ってる方、いたら、ぜひこれ受けてみてください。はい。これはですね、非常にですね、わかりやすいテキストで、まあこれ、弁護士さんが監修したテキストになるんですけども、はい、ついておりますので、はい。そして、楽しく学ぶというスタイルをとっていますので、何もこうやって詰め込みでガンガンいくってことではありませんので、ぜひですね、えー、労働時間適正管理者検定ですね。で、内容に関しましては、 まず、まあ、知識編と実践編と5時間の中で、はい、えー、講習を受けていただきます。はい。そして、まあ、この中でですね、まあ、一体どういうふうに管理をすれば、また労災保険の関連なんかもね、出てきますので、まあ、ちょっと興味のある分野もね、多分出てくるのではないかなというふうに思うわけですね。それから、もちろん通信教材もあります。そして、 確認テストというね、まあ、テスティングを最終的にちょっと受けていただきまして、そんなに落とすためのものではないです。そして、そのテストに、まあ、一応、6割程度、これを目指してください、最終的には。まあ、それを達成することができると、はい、認定ということになります。もちろん、はいえー、通信の場合もテストと、通信の場合はレポートを出していただくと、はい いうことになります特に手間になるほどのものということではありませんので、ぜひ、はい、えー、チャレンジしていただければなと思います。特別認定講習を受講した場合は、この、えー、認定の中でですね、講習会の中で確認テストを、まあ、受けていただく形。はい、それから、検定試験を、まあ、単独で受けていただく方に関しましてはですね、まあ、検定の、まあえー 日にちに会場に来ていただくということ、10月と3月という形でですね、検定がありますので、まあ、ぜひですね、こういったところですね、はいえー、なるべく受けていただければなというふうに思います。はい、ということで、興味のある方はですね、なるべくこの、えー、REC のコールセンターの方にお問い合わせいただければなと思います。電話番号をお伝えしましまょう 0570-064464レックの労働時間適正管理者特別認定講習についてちょっと知りたいんだけれどもパンフレットを送ってくれないだろうかといったような形でお問い合わせいただければありがたいです日々の労務管理皆さん大変お疲れ様です 少しでもお役に立てればと思いますので、ぜひこちらの方をご利用ください。ありがとうございました。